桂文鎮は、日本の落語家、タレント、司会者。本名、西田勤。兵庫県滝郡篠山町福井出身。血液型は A 型。二人兄弟の長男。吉本工業所属。大井も小学校、篠野目中学校、篠山方面高校を経て、大阪産業大学卒。五代目、桂文江の弟子で、出林は、 エ場林。桂ツランン彩りの名で講座に上がることもある。香港を訪問した後、ラジオ番組などで、桂文鎮の漢字を、関東語で読んだ、クワイマンツアンと自己紹介していたこともある。ケツミツガシワは、桂文江一門の縄文である。実家は農家。幼い頃はパイロットに憧れていたが、大学に入学して、すぐに、父が病気で倒れ。 仕送りがストップし、ガソリンスタンドでの住み込みのアルバイトを余儀なくされる。大阪産業大学入学後に、梅田花月で初めて落語を聞き、大学に落語研究会を創設する。未遊亭サロンと名乗る。情報落語学生連盟を作ってた大学の研究会と交流を持ち、大学落語研究会の全国大会にも出場した。プロの落語会にも何度も足を運び、 三代目、桂ツラ・上田に惹かれる。1969年10月に三代目、桂ツラ・上田に入門。入門の経緯については、1993年の著書でとしていたが、戸玉ラブの著書や、小佐田貞夫による2013年の聞き書きではとなっている。当時、三氏はすでに人気を得ていたが依然として、ショ上田の家に住み込みだったため、 自分が一人立ちできるよう、弟弟子を探していたという。当初三子から、君は僕の次屋でと言われていたが、桂金枝が先に入門したため、三番弟子となった。1993年の著書では金枝の弟子入りは、自分の、三日前としているが、戸田ナブの著書や、小佐田貞夫の聞き書きでは金枝の入門は三ヶ月、前である。年齢は金枝より上で、 この入門時の経緯から、文鎮は金枝のことを、金枝兄さんではなく、金枝くんと呼んでいた。講座名の文鎮は、習字の文鎮に由来する。それが決まった経緯について、文鎮は1993年の著書で、と説明していた。しかし、2013年の聞き書きにおいては、この内容を後付けと述べ、当初、新し踏み絵を、 小文枝から示されたが断り、次に示された半枝にも、いやーちょっと、という反応を見せたところ、半枝が、あかんやったら、文鎮はどうやけど金へんの、鎮にするとちょっと重たすぎるなぁ。鎮の字でどうやとなったのが真相であるとしている。兄弟子の三子とは異なり、金枝も含めて、近くのアパートに住む、通い弟子となる。隣室は、林やそめにだった。 初舞台は、本人の記憶では、入門から約1年後の京都花月だったが、全く受けず、客というものは、厳しいんやとショックを受けた。落語のことは四代目林家小染によく相談したという。若手の頃は、落語だけでは食べていけず、キャバレーの司会のアルバイトを3年ほど務めていた。また、南の料亭の主人に勧められた。 上手に人に可愛がってもらう勉強として、奉還の練習をしたこともあった。1971年11月に朝日放送が開催した1080分落語会では、親子酒を演じている。1974年に、ギャングを、王、のユニット、ザパンダに参加。この時期は、講座で、芸名、桂文珍、本名、滝連太郎でございますと名乗ったり、 郷里の死の山をネタにするなどしていた。1981年3月、兄弟子の三氏が創作落語の快楽語現在派宣言を開始するにあたり、文鎮の提案によって会場は梅田のライブハウスとなった。この落語会では、はめ物にシンセサイザーを用いるなどの基軸が取り入れられ、文鎮も新作、ザ・フェームを講演した。 この時期からニューウェーブ落語と称したパフォーマンスを取り入れた講座を開き一躍新時代の落語家として注目を浴びる。1982年より毎年8月8日を88分鎮でと題して独演会を開催し演目を増やした。分鎮は吉本工業では落語はアウェーという意識があり落語の発表できる場所としてこの催しを始めたという。 1983年の回でも途中でシンセサイザーによる音楽を流したり、レーザー光線やスモークを用いた演出を行った。こうした試みについては、後年、まだネタとしてはお客さんよりも先へ行き過ぎていた感じもあったね。鉛筆の芯が尖り過ぎていたとも述べている。文鎮の独演会は古典中心に変わっていったが、文鎮自身は二代目。 桂ツ弱と兄弟子の三子の存在によって、自分の方向性を、新作と古典の共生にしたとしている。文芸評論家、谷沢栄一との縁から、1988年より、関西大学の文学部非常勤講師を務め、文化人としても認められるようになり、関西大学の講義録をまとめた著書がある。俳優としては、テレビドラマ、家族ジャングルで、一の関義役。 風の遥かで、よもやま一行役を演じている。バラエティ番組の司会の仕事が増え、兄弟子の三子と同様に軽快な司会ぶりが受け、一時期は17本のレギュラーを持つなど、将軍枝一門では三子に次いで、テレビ出演が多いタレント活動を行った。しかし、雑誌で、藤山ひろみと対談した際、ひろみから、レギュラー17本は、しんどいですな。 これからはそんなんがなくなっていくから気をつけなはれと言われ、原点の落語に重点を移し始める。1995年1月17日の未明に大阪南の繁華街を歩いていたところ阪神淡路大震災に遭遇した。この震災で神戸の自宅が半壊した。ガレージに家族が住み本人は震災のドラウマでコンテナ暮らしをした。 2004年より年に1回、三大目、桂南光、小福亭鶴火とと属事務所の垣根を越えて、落語会、夢の三共演三枚看板、大看板、金看板を開催、落語会としては破格の6000円を超える料金が話題となる。このユニットで、テレビ番組の特番に出演するなど、従来の枠を超えた活動が続いている。2005年3月、 総合司会を務める報道番組、ウェイクアップが、ウェイクアップ、プラスにリニューアルすることに伴って、文鎮が降板することになったことを機に、テレビのレギュラー出演をなくし、落語家に専念し、若手の育成に励むことを表明する。2007年10月から、桂文鎮独演会25周年に合わせて、全国52カ所を巡る独演会ツアーを、 翌年4月4日まで開催し、6人の会のメンバーの他に3代目、桂春男児、3代目、小福亭二角、桂三子、桂南光らが講座に上がった。その後、NGK で10日間の独演会に今行くよ、来るよ、中高薄ボタンほか、吉本の漫才師がゲスト出演した。以降、毎年独演会ツアーを開催中。なお、2009年からは、 所属一門、事務所の枠を超えた落語会、京橋生戦落語会を京橋下月で行った。2010年には国立劇場大劇場で10日間の東京独演会を開催した。かつて多数のレギュラーを持っていたテレビ出演については、スポットもしくはゲスト出演程度にとどめており、基本的には落語の講座を主体とした活動を続けている。 2020年2月28日から3月24日にかけて国立劇場大劇場で前期と後期10日ずつに分けて芸歴50周年桂文鎮国立劇場20日間独演会を東西落語家豪華ゲストを迎えての開催が予定されていたがスタート直前の2月25日に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制に向けた緊急声明が発せられ イベント自粛が求められる中での開催となった。そのため、全20公演のうち3公演が振り替え、6公演が中止を操縦、公演先まで遠方飛行するなど飛行機を飛ばす芸能人としても全国的に有名である。2003年の能登空港開港の際に第1号到着機になった。2021年5月には多発限定変更の試験にも合格している。 数年前からアカシア・サンマを落語家に復帰させようとしているが、サンマには、あんたがやりなはれ、と言い返されている。島田晋介とは番組共演中にトラブルを起こしたため不仲であり、晋介の引退まで関係が修復されなかった。西川範りとは、緊張、ドンとの CM で一時期共演、セリフのチャプイチャプイドンとポッチーは流行語にもなった。のりは、 自分だけ残りよって、ええ加減にしよう。と文鎮に食ってかかっていたが、これはあくまでも、ノリオの CM 出演の契約が切れた交番であり、文鎮、ノリオ双方がネタにしていた。桂ツザコバとも、テレビ番組出演中の出来事で、いざこざがあったが、その後和解し、桂ツラベイダム・サムの襲名工場や、チチンプイプイでも共演を果たしている。カイヨからは、 好きな落語家の一人として挙げられており、かなり信仰が深い。大学時代のエピソードで、友人たちと野球をやるために歩いていたら、学生運動をしている学生たちに遭遇し、野球なんかして遊んでる場合かと絡まれたが、文鎮が、俺は野球がやりたいんじゃ。とすごい剣幕で言い返して運動家たちをあぜんとさせたことがある。 落語バラエティクイズテレビドラマテレビアニメちょ初共雑誌、記事、若い時にできなかった話に、今、改めて手を出し、もし失敗しても、自分ではない、ゲに彩りが演じたなら、お客も許しやすいと考えた。昭文枝にあった経緯については、戸田では三子から、うちが少ないから、うちに来いと誘われて紹介されたとなっているのに対し、小佐田貞夫の聞き書きでは、 ヤングタウンのプロデューサーに、君はプロにはならんのかと言われて文鎮が応じたところ、三氏が紹介したとしている。112スタジオには2017年2019年に出演。小福亭二角の当番組優待後、吉本の落語家の出演は文鎮のみである。文鎮が演じるのは、うどん屋の主人。一回限りの出演で登場する場面は、ごく短いながら、朝の霧の兄。 兵衛が和歌山で新しい生活を始めるため、旅立つ前に朝の夫、新次郎と語り合う重要な場面で心遣いを示す役回り。慶應義塾大学の講義録や笑いの国際文化論、健康学、古典芸能論を織り込んだ哲学的落語論。ありがとうございます。